こいて実家に帰省してる高齢ニートって増えたよね。うちの義実家にも一匹住み着いてるよ。うちの旦那は3人兄弟の末っ子で次男。旦那には40過ぎたのに就業経験ほとんどなしの無職。今は亡き男尊女卑主義で長男教の姑と祖母に甘やかされ、無能だけど長男様だから無条件に偉いと思い込んでるバカ。旦那姉は30代後半で独身。何でもよくできて、気性もさっぱりとしたいい人。自分で事業を立ち上げたら、仕事が楽しすぎて婚期が遅れてしまったんだけど、今年、めでたく、良縁に恵まれ式を挙げることが決まった。この間義実家に集まった時、義母と義子と式の話で盛り上がってたら、ゲームに飽きたのかバカコウトが割り込んできた。そして、女はいくら仕事ができても、所詮は結婚したら男の下になる生き物。必死の婚活した結果が奴隷生活の始まり。女ってやっぱりバカと言い出した。不在のでどうやって追っ払うかと考えてると、義子が顔も上げずに一言。人の婚活笑う前に自活しな。俺のことは関係ないだろ。とバカが吠えると、今度は鼻で笑って。奴隷生活の方がマシかもよ。結婚したら、母さんは一緒に連れて行くけど、あんたは置いていく。弟くん、うちの旦那も見捨てるってさ、ここで一人ホームレス生活頑張ってね。バカコウと怒鳴ろうとしたけど、義子と義母の冷たい視線で何か悟ったのか。そんな脅しが通用するわけないだろ。法律も知らんくせに、これだから女はバカだ。と、ブツブツ言いながら、珍しく部屋へ引っ込んでしまった。コウと信じたくないみたいだけど、義子は本気だ。そして、散々更生させようと骨折った義母もサジを投げた。いじられまくったうちの旦那は、兄貴亡くなったら宴会だと言い切ってる。バカな女たちは、二度と顔出さないので、思う存分、自分一人で生きてくれ。